はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。圭一様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。小西の猿番族発言なんですけれども、維新と民民からだけでなく、憲法審査会会長からも怒られてしまう、中曽根博文会長、中曽根総理の息子でしたっけ？真摯に議論を行っている衆院憲法審の委員の皆様に対して極めて失礼、まあ猿だ蛮族だって言っちゃいましたもんね。各委員の審議の独立性を犯しかねない重大な発言、党審査会においても看過できない、参院憲法審査会においても看過できないと、会長、審査会会長、まあ委員長ですかね、に怒られたと、一般反応です、謝罪はしないわ、マスコミに逆ギレして法的措置とか言うわ、めちゃくちゃもう辞職しかない、全く謝ってないし離党させて終わらすんだろうな、議員辞職は絶対しない、立憲に自浄作用皆無、これが自民議員の発言だったら今頃は辞職するまで連日連夜ワイドショーまでフル稼働で叩きまくっていた、さっさと処分しないとさらに支持率下がるよ、泉健太の検索予想がかわいそうで笑ったそうなんだ。中曽根会長、会としても看過できないならどうすんだっていう続きは記事にはなかったですね。看過できないならなんかするんでしょうけどね。参院憲法審査会として何らかの処分するんだろうか、謹慎とか、何ヶ月出てきちゃダメみたいなね、自分は憲法学者、それ以外を猿で蛮族って呼ばわりしたんだもんね、これで終わりってことないでしょうね。どっからも懲罰動議出ないのかな、おかしいな。小西を懲罰委員会にかけろって声ないんすかね。だとしたらね、あの国会は豊島区議会以上のなあなあの村社会ってことになりますよね。看過できない参院憲法審査会にしれっと参加、小西しれっと参加委員として、ことも話題になりました。読売、参院憲法審で謝罪せず点々一般判断です。この状況でしれっと出席できる面の皮の厚さ、毎回どの面下げて出席するつもりだ、謝ったら負けだしな、謝らないから負けが増えまくり、そりゃ悪いなってかけらも思ってないもの、反省すらできない猿以下反省だけなら猿にもできるって CM ありましたね、昔もう30年40年前かな、猿に反省のお手本見せてもらった方がいいよそりゃ元課長補佐様だし、次の小西の暴言を密かに期待している。散々刑事告訴するとか言ってたけど誰かされた？暴言なんですけど、小西の暴言なんですけど、なんかあの立憲の執行部から怒られてツイッターやめろ、あの3日ぐらいツイートないみたいなんですよ。なった残念だな、立憲執行部はよっきれいな真似してすごいあのネタ提供の宝庫だったのに、看過できない言われた回にしれっと出席できるって常人じゃねえな、すごいな。小西はですね、あの自己愛性人格障害だと思うんですけど、皆さんどうでしょう、こういう特徴があります。根拠や実績なしに自分は才能がある特別な人間だと思い込んでいる、根拠も何の実績もないのに、例えばあのこれで賞を取りましたとかそういう実績ね、賛美されるための嘘をためらわない尊大で傲慢な行動または態度、理由のない優遇を当然と思う、他人の感情への無配慮、人がどう思うと構やしねえ、さらにですね、あの無自覚型と過敏型っていうのあるらしいんですけれども、小西はこのうちですね、評判が気にならない無自覚型ですね、傲慢、自分に夢中で他人のことは全く考えない、注目の的でないと気に入らない、まあ今回の騒動で小西自身は気分良かったんじゃないですか、人の注目を浴びて、他者に対する言葉遣いは
常に攻撃的、まさにそのものですね。他者の反応を気にしない、だからやってられたんだよね。お前への返信は 99% が罵倒だろうがって池田信夫さんに言われても心折れずに、励めたんですね。なんせ他人の反応を気にしねえんだからね。他者の気持ちを傷つけても平気。なんだ、ただ嫌なやつやんか。元総務省課長補佐らしいが、こんなんじゃまあ組織ではやっていけませんね。こんなんじゃね。上から嫌がられ、下からも嫌がられ、一緒に働きたくないタイプ。そのものですね。隙あらばマウンティングっていう特徴もあるんですよ。この自己愛性人格障害ね。これかもしれません。皆様にもですね、こういう人いたら距離取りましょう。利用されてしまいます。で、自分に何にも得ありません。隙あらばマウンティングって人。小西のせいで大層評判が落ちた立憲民主党。即座にですね、天下り総点検チームを作って事なきを得た。まあ得てないんですけれども、なんかチーム作りますよなんて小西じゃない安住が発表したみたいであります。一般反応です。また検証チームごっこ、放送法は飽きたんですか。立憲内部監査チームが先では、まず自動議員を総点検するチーム作れ。いろいろ調べたら壮大なブーメランになりそうな気が。まあね、民主党関係者、立憲関係者も盛大に天下りしてそうなんですけどね。あと前川喜平と仲良くて、前川喜平なんかあいつね、天下り斡旋で、文科省のトップクビになったやつでしょ。ちゃっかり退職金もらっちゃってさ、議員になった元課長補佐が元の役職使ってメディアに圧力かけてたよな。蓋を開けてみれば立憲も天下りズブズブって落ちるでしょ。調査は常にやっとけよバカっていうですね。会議室に今横断幕貼ってですね、みんなで写真撮って終わりでしょうね。今までもですね、森友調査チーム、桜を見る調査チーム、家計調査チームなんて、あまたの調査チーム作っては放置、作っては放置で、どこもですね、調査結果を報告してない、調査結果、調査報告書出してないと、前川喜平の貧困調査報告書が出てないのと一緒ですね。発足写真撮ったら、まあ終了と。けどこれに毎回騙されるのがですね、立憲支持者。ああ、もはや信者と言ってもいいな。合理的じゃねえから。統一地方選、立憲は手ひどく負けそうですね。その代わりどこが出てくんだろう。維新とかかな。このなんとか総点検チームについて、維新馬場幹事長、立憲は、小西追及チーム作った方がいいのでは？謝罪関係では謝罪してないし、むしろ記者を恫喝してるし、総務省の公式文書たくさん持ってるっていう発言も大問題だ。なんでそうなってるか説明してもらって、おっとまたしても、小西の口は災いのもと。ですよね。これね、隙あらばマウンティングの一部だ。私、いっぱい持ってるんですよ。って、もう言いたくてしょうがない。えばりたくてね。なんだかなんで、一回の議員がね、自分の党の議員も知らないで文書持ってんだって話ですよね。議員がですね、行政文書見せろって言えば、議員調査権で見せてもらえますけれども、ある程度までは。秘密の文書とかは、まあ、開示請求しないと見せてもらえませんけれども、それをですね、秘匿してるのは、独り占めして、自分だけのものにしてるのは、わけわかんないですよね。私も議員やってましたんで、ちょっとわかりますけれども、これはマウンティングじゃないですからね。与えられたのか、持ち出したのか、盗んだのか、はっきり知ろっつうの、はっきりしてもらいたいですよね。共産党公式ツイッター。私たちは独自の痴漢被害実態調査を行い、その声をもとに、地方議会や、国会に対策を求め、実際に政治を動かしてきました。統一地方選挙は、共産党に投票して、痴漢をなくそう。無事炎上。自分らは除外かよ。共産党なくした方が、サドルに体液かけるの、やめてもらっていいですか。人数減ってるのに、サドル班が2人
人ってすごいよな。なんで共産党に投票すると痴漢が減るんだ。意味わからん。共産党に神罰が下りますように。選挙に行って痴漢政党をなくそう。ブーメランの山を築く共産党と。まあ、現実と妄想の境界が曖昧っていうのが共産主義者、共産党の特徴でして、まあ、世間一般の常識は全く通じません。使用言語も違いますしね。私らは日本語を使ってますけど、あいつらはパヨ語っていうのを使ってまして、本家でね、元祖のソ連が崩壊した時に、共産主義って無理かもなって思わない連中ですし、全然話通じませんね。話が通じない辺野古基地反対の無職活動家73歳男、警備員の腕を肘打ちして逮捕、現行犯逮捕なのに覚えていないって言ってるらしい。それが本当だったらちょっと認知症だから病院行った方がいいなと思うんですけどね。一般犯の名前が出ていないってことは…暴力で平和を訴えるとは、平和だ戦争反対だって言いつつ相手をボコるんだからすげえよな。対話の重要性特割に毎度暴力で解決しようとする。平和反戦エルボー論より大声嫌がらせ、最後は暴力っていうのがパヨの行動原理ですね。過去にもですね、救助を守れと言いつつナイフで刺して殺人未遂起こしたり、まあ、救助ナイフって有名なんで検索してみてください。表現の自由と叫びながらタックルするなどたくさんの事例ありますね。これ確かに立川でおじいさんにタックルして尻餅つかして骨盤骨折さして逮捕されたですね。共産党の街頭活動ね。73歳男性の名前が出てないのは、まあ、3パターン考えられます。横の国国籍、これ中の国の国籍だと出るんですよ、不思議なことに。横の国だと出ないんですよ、不思議なことに。アメリカ人は出ます、でも横の国は出ません、不思議なことに。精神異常で不起訴になりそうって場合、被害者と示談して被害届を取り下げてもらった場合は名前が出ません。さあどれでしょう。逮捕された、これ横の国国籍で精神異常で起訴できなそうなってことなのかな。両方逮捕された名護署前ではパヨ仲間が50人ほど集まってですね、不当逮捕って騒いだみたいであります。50人が参加、不当拘束をやめろなどとシュプレヒコール。党ぐるみ会議の事務局長74歳は抗議活動を弾圧する行為には反対の声を上げ続けると話した。まあこの図なんですけど、まあ白髪と杖ついてる人が見えますけれども、不当拘束、抗議活動を弾圧する行為、いや肘打ちしたからでしょ、自業自得でしょ、何言ってんだってね。抗議活動のためなら暴力振るっていいって考えてるっていうことが、まあこの言葉からわかりますよね。これもですね、論より大声嫌がらせ、警察にですねパヨを逮捕すると面倒くせえぞって思わせるための活動ですね。画像を見ると、まああと5年ってどうですかね、年齢的にね。時間は我々の味方であります。私何としてもこいつらよりも長生きしたいこいつらがいなくなるのを見たい。朝日新聞の倒産も見たい、 NHK の崩壊も見たい、立憲と共産がなくなるところも見たい。長生きしようと、思っております。メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。